2024年7月に開催されたアンモライト鉱山ツアーについて詳しく解説していきましょう。まずアンモライトについて簡単に説明すると、アンモナイトの化石が約7000万年前の特殊な条件下で虹色の輝きを持つようになった宝石です。その美しさから奇跡の宝石とも呼ばれ、世界中のコレクターから愛されていますね。今回のツアーはカナダのアルバータ州にあるアンモライト鉱山を訪れる内容だったんですよね。参加者たちは車で広大な草原を走り抜け、地平線が広がる雄大な景色の中を鉱山へと向かいました。到着後は早速発掘現場の見学が始まりました。発掘現場はどのようなものだったのでしょうか。作業員たちはショベルカーで地面を掘り、ハンマーなどを使い掘り起こしていました。この鉱山は先住民の土地であり、アルバータ州政府の許可を得て環境に配慮しながら発掘が行われています。環境への配慮も大切ですね。ところで今回のツアーで何か特別な発見はあったのでしょうか。実はとても興味深い出来事がありました。なかなかアンモライトが見つからず、参加者たちが少し落胆していた時のことです。先人放送局監督が奇跡を起こすラグタン人形を取り出して鉱山の様子を撮影していると、突然作業員が叫び声を上げたんです。一体何が見つかったのでしょうか。なんとバキュライトという種類のアンモライト化したものが発見されたのです。バキュライトはアンモライトと同じように虹色の輝きを持ち、大変希少なものです。参加者たちはこの奇跡的な発見に歓喜の声を上げ、興奮を抑えきれない様子でした。それは素晴らしい発見ですね。アンモライトには何か特別な伝説があると聞いたことがありますが、それについて教えていただけますか。昔バッファローが姿を消し、人々が飢えに苦しんでいた時、一人の少女が雪の中から輝くアンモライトを見つけました。少女がアンモライトを村に持ち帰るとバッファローが戻り、村は再び豊かになったと言われています。それでアンモライトは富と繁栄の象徴として大切にされてきたのですね。しかしアンモライトには課題もあります。年々産出量が減っており、15年から20年後には枯渇する可能性があると言われているのです。それは深刻な問題ですね。ところでアンモライトには不思議な力があるという話も聞いたことがあります。はい、アンモライトミュージアムの高山明美さんの経験がその力を物語っています。彼女は元モデルで、偶然の出来事からカナダに移住しアンモライトと出会いました。高山さんの人生にアンモライトはどのような影響を与えたのでしょうか。彼女の人生はまさにアンモライトの力によって導かれたかのようです。モデル時代に抱いていた加山雄三さんに会いたいという夢がアンモライトを扱うようになってから思わぬ形で実現したんです。高山さんは夢を叶える秘訣について何か語っていますか。彼女は夢を叶える秘訣は口に出して言うことだと語っています。誰かに伝えることで夢は現実へと近づいていくと信じているそうです。なるほど、言葉にすることの大切さですね。アンモライトのエネルギーについても何か言及されていますか。はい、アンモライトは古代生物の化石と鉱物が融合した地球のエネルギーを秘めた宝石だと言われています。風水的にも持ち主の夢を後押し、実現へと導く力を持つのではないかと考えられています。アンモライトは単なる宝石ではなく、夢を叶える力を秘めた特別な存在なのですね。今回のツアーを通じて参加者の皆さんはどのような感想を持ったのでしょうか。参加者たちはアンモライトの美しさや希少性、そして古代のロマンを肌で感じることができたようです。また発掘体験を通じて地球の歴史と生命の神秘を実感し、深い感動を覚えたという声も多く聞かれました。今回の解説を通じて視聴者の皆さんにもアンモライトの魅力が伝わったことを願っています。